岸田総理大臣は新たな紙幣を発行した日銀を視察した後、報道陣の取材に応じ、時代にふさわしい紙幣だと期待を示しました。日本の資本主義、そして女性の活躍、そして科学技術イノベーション、これらを代表する人物を肖像とする、まさに新しい紙幣、時代にふさわしい使命であると。岸田総理は20年ぶりに新紙幣の発行が開始される歴史的な日となったと述べ、国民に親しまれ日本経済に元気を与えてくれることを期待すると強調しました。また世界最高水準の偽造防止技術や目の不自由な方や外国人にも分かりやすいよう配慮したデザインだと指摘しました。